怖くなっちゃった。うん、楽しい話しましょうか。<laughs> 楽しい話ごめんなさい私が振っておきながら。いやいやなんか楽しいことしましたか？うん、あのティラミス作ったりとか。<laughs> ティラミスが出てきますかここで？いやー最近作ってないな。あでもあのマフィン焼きました。スーーお<ー>すごいこれ簡単だからあれだけどその自慢できるようなことじゃないけどね。マフィン。ブルーベリーブルーベリーマフィン。おニューヨーク。<お>ー <laughs> そうなの。 またここでみんな笑ってるね。ニュニューヨーク面白い面白い。白いうん、<laughs> ごめんなさいはい続けましょうか。はいマフィンマフィンねはい、あのー、はいそうそうそう。あのエディエディマフィン。あ<っ笑>ちょっとごめん<う>これは誰が笑ったかなここでごめん。<laughs> 厳しい。リバリーヒルズコップ。そうそうそう。あったね。大好きです。ありましたありました。懐かしい。好きでした。面白かったよね。うん、面白かったよね。いくつかシリーズでしたよね。バディもの。そう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 。あのコンビそうそう男のコンビ。コンビでね。事件を解決していく。懐かしいな。みたいなコメディアクション。 そう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 笑った笑ったそう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 いうそうそうィうそうそうそうィうそ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 そう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  じゃあすごい若い時の映画だったんだねメガルヒルスコップとかも本当に二十何歳、ね、じゃあすごい若い時に成功<う>あんなにかーンと成功しちゃったんだん口ひげねマスターシはいはいはい口ひげがあるからなんか年に見えるんですけど違ったんですねそうそうあのそういうスタイルですからね口ひげスタイルなるほどねそうかすごい情報でしたねそれ <laughs> そまだ五十九歳 <laughs> ね子供が <laughs> 子沢山。おお。ごいですよ。まあ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 。マフィン。マフィン。マフィンね。マフィン。どうでしたか。美味しかったですか。美味しかったですよ。あの、こないだ。隣に住んでいる近所のさ、クッキーを焼く優しいおばあさんの話したじゃないですか。覚えてる。その話の影響ですよ。なんか、あ。なんか自分で作りたいなと思って。で、見たら、本当にブルーベリーをね、たくさん買いすぎて。 できたので、あじゃあブルーベリーマフィン作ろうと思って作ったんですよ。初めてですか。いやこれは初めてじゃない。マフィンは本当に簡単なんですよ。私でもできる。だから言いますよね。うんいや私が本当に下手下手な私でもできるんだから本当に大丈夫と思います。でまあまあ YouTube のねレシあのレシピを見ながらこうはい YouTube を見ながら <laughs> 作って <laughs> はい、はいはい、食べました何。何個作ったんですか。えっとね四つ。 つちょっと大きめの4つだけですね四つつ。大きめってそうね日本よりは大きめじゃないかなってたっぷりブルーベリーが入っていてはい、はい、焼いた時のその日に旦那さんと私で1個ずつ食べて、はい、次の日また1個ずつ食べました。はいはいはい、朝ですか、はい、昼ですか夜ですかか昼昼夜焼いたのは昼 で、ね、食べたの焼いたのあ、食べたのはね、じゃあ最初に食べたのは、その昼頃に焼いたので、三時ぐらいの、三時ぐらいに食べました。すぐ食べたんです、ね。時の。はいはい。あの、いや、私はね、待った方がいいって言ったんだけど、旦那さんが、あたたか、あの、早く食べたいって言うから、じゃあ、あの、はい、早く食べて、<あ>その日はね。あかいマフィン。まあ結構、結構あかかったです。はい。その日。で次の日はもちろん冷たい。うん。あかいマフィンって食べたことないな。 いや、でも、覚えてない。あの、イギリスのカフェに、やっぱりマフィンとかいつでもあるじゃないですか。で、温めましょうかとか聞かれたことありますか。うん、うん、あ、これはここだけかな。あの、よく聞かれます。私はやっぱ温かいのが好きです。実はね、さっきスコーン食べたんですよ。カフェ。あ、スコーンか。あ、カフェ行ってたの。いいな。え、奥さんと。そうですね。デートタイム。パニに。パニーに食べて。 あのプロシュートとモッツァレラのパニーえとブルーベリーじゃなくてえとあれはねスコンスコン普通のスコーンとあとはジャムつけて食べたコーヒーのスコーンですよもう一つへえ珍しいねそうジャムと美味しそうあとティーティーねティータイムじゃないですか午後の紅茶いいね美味しかった美味しかった

おそうお土産ね、はい、お土産のお菓子有名です沖,そう沖縄のなんかクッキーみたいなやつですよねそうそうそうえ黒砂糖で作ってるんだったっけえー動いてないな新宿食べたのに<ン>名前の由来はわからないけれども甘いお菓子ですね美味しいですよ新宿美味しい美味しいね<と>沖縄に行ったらぜひはいはい いろいろありますよね、沖縄の。アーサー・ギンタレーでして。何だっつうなんかそれうのう。えー、それ知らないな。うん、あのドーナツみたいなの、沖縄の。あ,あ、そうそう、揚げ,揚げたお菓子かな。はい。沖縄、ね、ああ、あれだ、あれだ、食べた、それ食べました。はい。名前が今、あった。名前はね、ですね。えっ、ー、と、あ、サーター・アンダー・ギーですね。そああ、難しい名前だね。はいはいはい。 チンスコはなんかショートブレッドに似てないですかそうそうそう日本版の沖縄版のショートブレッドみたいチンスコこれはあのお土産ビステッドみたいな感じですねそうそうそうですかマフィンに戻るとはいまた戻るですね美味しかったですかはいはい美味しかったですねうん そうそうそうねたまにはねあのスターバックスのマフィンとどっちが美味しかったですかまたそんなことを言うとじゃあ私のまあ旦那さんは美味しいと言ってくれましたスターバックスよりも美味しいはいはいそうすかもうじゃあもうプロより美味しいそういうことにしておきましょう自分たちのグローバルチェーンよりも美味しいそうそうそう勝った勝ちました。ままああ そういうことにしておいてん、うん、カフェネロとどっちが美味しかったああちょっとねいい勝負でしたいい勝負でした、ね、えそんなにカフェネロそんなに美味しかったでした <laughs>。冗いです。いや美味しかった美味しやっぱりね自分で作るから余計に美味しく感じるんですよね。気持、ね、ちの気持ちの問題。もちろんうちのうちのじゃあもちろんテスコよりも美味しいテスコよりも美味しいもちろんじゃあイギリスで一番美味しいってことですか もちろん。<laughs> ね、もう気持ちが、気持ちがこもってますから、気持ち、気持ち悪いけど、<laughs> そうそう,そう世界で一番おいしいってこと、うん、いや、そこまでちょっと自信がないな。イギリスでは一位になってます。この辺、この辺で、この辺で、近所で、近所周りにマフィンってあれですかね、うん、どこの食べ物ですかね。へどこ もともとはですか、そんなこと考えたことなかったな。はい、なんかイギリスなんじゃないの、アメリカ、イギリス?。なんとなく。ありませんい。えー、出てくる、そんな、<あ>どう。あ。まあ、なんかイギリス、まあ。アメリカ式とイギリス式があるらしいです。なるほど、はい。で、アメリカ式はカップケーキみたいな感じになってて。まあ、イギリスは、なんか、あの。 なんていうのイングリッシュマフィン。ちょっとあの、型に入って丸パンみたいにいう。うーん、なるほど。するらしいです。なるほど。まあでも。でもどっちも同じ,同じに見えるけど、ちょっと違うのかな、じゃあね。うん。なんか、そうですね。でもブルーベリーマフィンは多分アメリカスタイルだと思います。あ、本当にそ,<ー>そうかそか。はい。でもなんか、ウィキペディアのマフィンが、ね、日本語のマフィンがむちゃくちゃ短い。 こんなに短い記事ねアーティコ、うん、こんな短い記事なんて珍しいっていうぐらい書く,書くことなかったんじゃないそう <laughs> 多分日本語あまりにもシンプルすぎて、うんうんうん、ちょっと英語見てみますね,ねあ英語は長いえ <laughs> <laughs> そっかあでもそう思ったより長くない,、まあ、ま,でもいまあまあかなでも日本語は本当に短いです<ー>はいマフィンについてはあんまりこの そのつくね、<Wikipedia S 2> 語らなかったんですね。興味がない。興味がない。うん。そうね。そうかもしれない。バターをたくさん使いましたか。バターと、まあね、あと、まあ、本当にブルーベリーを食べなければいけなかったので。うん、必要以上にたくさん入れて。色は。ちょっとブルーベリー色。そうね、その、やっぱり高熱でちょっとさ、ブルーベリーが溶けるじゃないけど、うん、なんか。こう、うん 汁がね、こうなんかこう果汁が、汁、汁,汁ってなんか嫌ですね。汁果汁がなんかで出てきたところは、ちょっとこう、色が変わってるかな。うん、全部は変わってないけど。うんうん。ね、うんど,どうやって食べましたあのー、ティーと一緒に。コーヒーと。ーー私はコーヒー。3時。それだからね、うん、その日はね、大変だったんですよ。やっぱりコーヒーがいいかなと思って、3時にコーヒー飲んじゃったんですよ。久しぶりに。はい,はいはいはい。寝るの、寝られなかった。寝られない。 け寝ましたけどすごい時間かかりました寝るまでに早い夢を見ましたか早い夢をなんかシャ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 どんな感覚ですかそれなんかあのカフェインを飲みすぎて夢を見ると夢の中ですごいなんか忙しいっていうかあ本当に私そんなことわからないなそれはよくわからなかった